どうも、かじがや拓也です。今回発表されました新型 iMac 24インチのすごいところと選び方を紹介します。4月30日に予約開始で5月後半に発売という予定となっております。まず目を引く特徴としてはですね、薄型デザインです。ディスプレイの厚みはですね 11.5 ミリという厚さで、まあ言ったらですね、この iPhone 2枚重ねるよりも薄いぐらいなので、もう本当に薄いですね、ディスプレイというモデルが発表されました。昔ですね、スティーブ・ジョブズがアップルに戻ってきた時に発表されたスケルトンの iMac があったんですね。もう本当それに匹敵するぐらいのインパクトが今回ありました。そしてですね、今回 iMac 24インチに搭載されたのがアップル M1 チップです。これはですね、今まで発売されました Mac シリーズでもう搭載がされておりまして、そのベンチマークなどを見てもですね、もう本当に上位モデルと言っても過言ではないぐらいの性能を発揮しておりますので、ここら辺はもう折り紙付きです。そしてですね、今回の iMac はカラーバリエーションが追加されました。こちら見ていただくと分かるんですけれども、まずここ、ブルー、グリーン、ピンク、シルバーという、4色が下位モデルについておりまして、それ以外にですね、イエロー、オレンジ、パープルというのがですね、上位モデルについておりまして、全部で7色の構成となっております。でこれはですね、本体だけではなくてキーボードやマウスも同じ色になっております。今回の iMac 24インチモデルはですね、3構成になってるんですけれども、実際中身を見てみると、上位モデルと下位モデルのこう2構成という形になってます。じゃあ上位モデルの中にですね2モデル入っておりまして、その違いは何なのかと言いますと、256GB か 512GB というストレージ容量の違いだけになります。実際見ていきましょう。でこんな感じですね、下位モデル一番左側の一番安い値段でいうと15万4800円から選べまして、あとは真ん中のモデルと右側のモデルはですね、ストレージ容量が違うだけになっておりまして、それで17万7800円と19万9800円というような感じなので、ここら辺はですね、上位モデルにするのか下位モデルにするのか、ここら辺で価格差をどうするか選ぶといいと思うんですけれども、まず上位モデルと下位モデルの差なんですけれども、アップル M1 チップの GPU ですね、 GPU がこう、7コア7個のコアか、8コア8個のコアかなんで、こう、グラフィック処理性能で1つコアが少なくなっているっていうのが一番下のモデルですね。ですのでシンプルにですね、グラフィック性能が異なりますので、例えばですね、写真動画編集をするという方、ゲームをするという方はですね、こちらのグラフィック性能が高い方のモデルがおすすめです。でストレージ容量はですね、下のモデルが 256GB で、真ん中のモデルも 256GB で、一番上のモデルは 512GB という構成になっておりまして、ここら辺は写真動画をパソコンに入れたいかどうかで、入れたい方はやっぱり512は最低でも欲しいと。で、入れない方はですね、おそらく256で足りるんじゃないかなと思いますので、そこら辺で容量の違いを分けていただければと思います。ちなみにですね、上位モデル下位モデル両方ともですけれども、オプションとして 512GB で、上位モデルに関しては 2TB を選ぶことができますので、ここら辺はですね、写真動画をいっぱい入れるという方は 2TB のモデルを選択することもできます。そしてメモリなんですけれども、標準では 8GB で、オプションとして 16GB に増やすこともできます。このメモリを増やすかどうかも先ほどと同じようにですね、写真動画を編集する、ゲームをよくやるかどうかで、検討していただくのがいいのかなと思います。あと上位モデルと下位モデルの違いでいうと、このギガビットイーサネットといって、この LAN ケーブルの差し込み口がですね、上位モデルにはあるんですけれども、下位モデルの方はオプションなので、最初はついておりません。あともう一つ、ここは写真見ていただくと分かるんですけれども、USB4 ですね、サンダーボルトのケーブルは2箇所差し込み口があるんですけれども、USB3 のポートが、上位モデルには2個あって、下位モデルはないので、これ大体ですね、USB-C だけだと足りなくて、USB-A に変換をしなきゃいけないとかで、変換アダプタとかを使う方は、やっぱりポート数が多い方がいいとかですね、ここら辺は自分の環境に応じて選択することが必要です。でもう一つ大きな違いで言うとですね、マジックキーボードに、タッチ ID ですね、指紋認証の機能があるのが上位モデルで、ないものが、下位モデルという形になっておりまして、タッチ ID でですね、指紋認証で Mac をロックを解除することができまして、あとは家族が何人かいる場合はその指紋ごとにユーザーを分けてこう使い分けができるみたいなことになっておりますので、ここら辺も必要に応じてですね、上位モデルがいい方は、このタッチ ID 搭載モデルを選ぶのがいいと思います。そしてですね、現状販売されている 21.5 インチの iMac、 24インチ、27インチの、違いの部分で説明させていただきますけれども、
今回のモデルはですね、Wi-Fi 6に対応しました。ですので Wi-Fi の最高速度が向上しました。それ以外の特徴で言うとですね、カメラなんですけれども、1080p の画質でまあ撮影ができるんですけれども、それとプラスしてですね、ビームフォーミングといってこうマイクの性能も向上しました。ですので、周りの雑音を取り除きつつ、こう音声を拾うみたいなことができますので、例えばこうテレビ会議をするときとかにですね、自分の声だけを相手に伝えるみたいなことが可能になりました。そしてですね、オーディオも今まではステレオスピーカーだったんですけども、それが6スピーカーシステムになりまして、例えばこうドルビーアトモスという、まあ、あの音響システムに対応している映像とかを見るとですね、この空間オーディオといってこう上からとか横からとか音が聞こえるみたいなことが可能になりました。まあ、ということなのでですね、現行モデル、例えば 21.5 インチ、24インチ、27インチでどれを選ぼうみたいな時にですね、まずはまあ価格で見ると思うんですけれども、これで言うと 21.5 インチの価格13万2800円からというところとですね、24インチ の、 まああの最低限15万4800円で使えるというところで、まあ、27インチは21万3800円という価格差なので、ここで言うとですね、結構あの 21.5 インチと24インチの差は大きくて、24と27の差は、まあ、あのかなり近いのかなという感じになっております。で、場合によってはですね、24の方が性能がいいみたいなこともありますので、もう本当に動画とかですね、写真を編集するという方にもおすすめですし、あとはシンプルにですね、あのこれから新しい iMac を欲しいなという方もですね、性能がいいのでかなりおすすめです。で、あの個人的にですね、あの画面サイズの方なんですけれども、画面サイズは大きければ大きいほどいいです。で、私の場合は27インチを使っていて、それにあのディスプレイをつなげて32インチで、まあ、デュアルディスプレイでやってるんですけれども、やっぱ画面が大きい方がこう作業スペースは多いので、まあ、何するにしてもですね、効率が非常にいいです。で、まあ、ノートパソコンだったら持ち運ぶときに大きいとその分重いのでかさばるんですけど、デスクトップはもう据え置きなので、こういう場合はですね、画面大きい方のモデル、まあ、ですので21.5をもし買うと悩んでいるんだったら24インチがおすすめです。で、24と27で悩んでいるという方はですね、まあ、より画面が大きい方がいい方はやっぱり今回は27インチなのかなと。あとですね、動画を頻繁に編集するという方はですね、27インチに、さらにこう上位のオプションとかがありますので、そこら辺のモデルを選んでいただくのもいいのかなと思うんですけども、やっぱりこう費用をかけずにあの快適に動画編集をしたいなという方は24インチが今回おすすめなのかなと思います。注意点なんですけれども、ブートキャンプといってですね、今まで Mac の中に Windows を入れて、Windows として立ち上げる、 Mac として立ち上げるみたいなことができたので、私もそうなんですけど、Windows 用のアプリを使うときは、一回こう再起動して Windows で立ち上げるみたいな、ブートキャンプという機能を使っていたんですけれども、現状はこの機能を使えません。今日の動画を見てですね、一つでもいいねというところがありましたら、こちらの高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。